カレンゲームラボのカレンです。皆さんグラサガ生活いかがでしょうか。8章がついにね配信されました。今日が2月の11日で、1日半くらいね遅れてのスタートです。まだねどういうステージなのかとか相性どうなのかとかっていうの全然わかんないんだけど、今回はねとりあえずチーム編成これで進めてみようかなと思ってます。合ってんのかな。実際ねプレイしてなんかちげえなと思ったら編成はね随時入れ替えるような感じでいくのでよろしくお願いします。いやーどんなんなんだろうね。7章はほんと苦戦したからね。えれえ敵が、あちょっとここは黙っとこうか。やっぱグラフィックすごいね。最近のスマホのゲームは本当にやばい。もうセリアードはここ思い出の場所なんだね。感慨深いね、なんかね。エリアードって一体何者なんだろうね。チャプター8、世界の果て。よし、行こう。熱烈な歓迎はお腹いっぱいだね。あ、なるほど。ザコ倒せと。はい、了解了解。いよいよ、ここでエンカウントしてたな。モンスターに警戒されている気がするな。それはまだ私たちが資格を揃えていないからです。あ、資格を揃えれば警戒解かれるってこと。入り口の守護者が守る古代の経典を先に見つけましょう。オッケー、行こう。さっきから気になっていたんだが、記憶が戻ったのはわかるが、いくらなんでも詳しすぎねえか。こんなことを言って悪いんだがよ、正直俺はお前のことを信じられなくなってきている。ちょっと待てよカルト、そんなこと言うなよ。何を言い出すんだウィン。そうだそうだ、言ってやれウィン。こいつがもともと教団側のやつだったら裏切らない保証は。この状況でそんなことがあったら終わりだ。あんたね、ああ深い読みしてるな。カルトさんの話、デテクターとは何かわからないことが不安なのでしょうか。まあそうなるな。そこから説明してもらおうか。記憶を取り戻したとき自分をデテクターと言っていたよな。はい、わかりました。私たちデテクターは女神の意志に沿いキーストーンを集めていた一族。そうそう、私も一緒にね。デテクター一族は集めてきたキーストーンをここで女神に捧げる奉献式を取り行ってたの。だからこんな過程も全部知ってるってわけ。これで説明は十分かな。なるほどね。疑り深いカルトさん。言ったことまではわかった。だからといってね、教団のあれじゃないっていう、あれっての変だな。教団の仲間ではないとは言い切れないんだけど、ね、まあ関東の言い分もよくわかるよ。よし、さて魔法陣を調べる。よし、行ってみよう。あーしかしな、あこれかな。魔法陣は入り口の守護者を目覚めさせるための装置です。お、光の結晶があれば活性化できるはずです。光の結晶があれば。問題はその結晶をどこで手に入れられるか。なんか始め散った。ここを守るモンスターが持っていますよ。え？さすが出てきたな。おいおい、カルシオン、その言い方はねえだ。こうやって、まあ、オートで進められるっていうのはまあまあまあ楽だよね。ちょっと物足りなさもあるんだけどね。さあ岩、道に沿って移動。オッケー、道に沿って移動。わかるのかな。
こういうの便利だよね。どこ行けばいいみたいな。わからなくならないからね。よし。記憶が戻ったばかりで混乱してるでしょうに。やっぱり無理をしていない？はい。私は大丈夫です。やっぱ序盤はお使いだね。うんうん。ちょっと緊張してたけど楽になってきたわ。俺はまだ納得できてないって言ったはずだ。女神に関係があるということは教団とも近いだろう。そうだね。教団とも近いよね。説明では不十分だ。教団側でないことが証明できていないじゃねえか。そうなんだよ。証明はしてないんだよね。セリアードは俺たちの味方だ。これ以上仲間を疑うようなことを言えば、俺も我慢できない。オーラス。あ？お前シャシャリ出てくるな。教団。シャシャリ出てくるなってなかなか今言わないね。いいね。俺もこれから使おうかな。お前シャシャリ出てくんなよ。カルトさんの言う通りでした。自分から話すべきだったんです。カルトさん、ロムが話していた封建式を覚えていますか？ああ、さっき言ってたからね。キーストーンを女神に捧げる儀式だったよな。はい。私たち一族が最後に取り行った封建式は、通常と違って血の封建式と呼ばれています。おーおーおー、死ぬってことはまさか。はい、おそらく想像している通りです。最後の封建式でクロエと教団はキーストーンの独占を目論みました。封建式のために集まったクロエもそういう感じだったんだ。生き残ったのは私とルインだけでした。あ、ルインとクロエ間違えてた。もういいセリア。クロエはあれか。いいよ。それ以上教団のトップか。しなくても。ああ、セリアード、泣かないで。ちくそ。よし。モンスターが来る。なあ、セリアード。なんだって？ゴンザ、闇フォックス。あ、これか。今ここにいる奴らを倒せばいいのか。闇のフォックスに、あれ闇が出てくるのか。そういうこと。なるほど、やっぱいろんな属性の敵は出てくるのね。なるほど、めんどくさいな、めんどくさいな。ちょっとでもまあ進めていけばね、いろいろわかるでしょう。とりあえず今はこのパーティーで納金でいこう。この辺あるよね。なんかアーティファクト入れ替えたりがちょっとめんどくさいんだよな。さて、魔法陣を調べる。オッケー。あ、いいや、ついちゃった。お嬢さんが言う通り、ここも魔法陣があったな。え、じゃあまた結晶を集めなきゃいけないってこと？ですね。うん。今度は闇の結晶を集めます。あー、じゃあ全属性の結晶を集める感じなんだね、やっぱね。でもそれぞれボスがいるわけじゃないから、まあ楽っちゃ楽だよ。久々のこうゲーム実況をしてるんだけど、いやーなんかね、この手のゲームは初めてだから何話していいのか分かんなくなってくるよね。実況者失格なんだけど。うん、あとねプレイが眺めるしかないっていうこの虚しさ。ワーキャーワーキャーはまだ当分ならないね、これね。はい、じゃあ次。あ、ボス戦っぽいね、これ。行ってみよう、この金で戦いっかな。よし、初見。まあ言うてそんな強くないでしょう。ガフ。敵か。あ、石化めんどくせえ。なんか結局キャラ入れ替えなきゃダメじゃん。もうめんどくせえな。ちょっとチーム編成します。こんな感じでちょっとパーティーを入れ替えました。で、純のグランウェポンを変えました。ダウン耐性の方でね、これ入れてみました。ネオテラでもよかったんだけど、全然限界突破とかできなかったんで、まあ R のね、この子を、あれ？この子。この子どこ？どこの子？この子。どこの子？あ、いた。この子ね。うん。この子入れてみました。シニーを。
はい、じゃあ行ってみよう。そんなね、まあはっきり言って余裕っしょ、まあ、とりあえず初見オートで何もせず行ってみよう。合わせると思うんだよな。あれ、あ、びっくりした。タッグじゃないのかと思った。いけるね、いけるね。ブレイクもするしね、余裕。はいはいはい、まあ、1分以内は無理だったねあー、これ先思いやられるわ寝ぼけてんのかこの古書が古代の経典か。うち全然読めない。キュイには読めないだろうな。読めないわ。ほら、これを書いた人ラスに負けないくらい。そういうこと。みんな私を忘れてない。全部記憶が戻ったんだから、このくらいスラスラ読めるよ。おお、ロムすごい。ロムが役に立っている。ふむふむ、白黒の光に聖物を捧げよう。さすれば天へ向かう道が道がうんぬんかんってやつです。それで終わりこの先読めない。いや、セリアード読めるだろ。記憶が戻っても大して変わんないじゃねえか。じゃあカルトが読んでよ。ひよっこどもじゃれ合うなって。生物を見つけただけでも大きな収穫だろう。一つずつ生物を見つけていけば謎も自然に解けるさ。そうね。カルシオンはクリスタル食ってたよね確か。みんなこっちだ。あれはいいのかな。あれはあれでいいのかな。さあ、新しいステージに行きましょう。クレオンとかいわ。馬から失礼します。どうされましたか。感じないのか、妙な違和感と圧迫感を。お、いえ、俺は何もしょぼーんまだまだお前もひよっこだな。俺もさっきから押しつぶされんばかりの圧迫感を感じるよ。そんなに強い圧迫感。本当にカルシオンかそれ感じてんのかな。全く緩んでレオンが言ったから乗っかったんじゃないの。古代の経典を手に入れたから資格はあるはずなのに。もう少し様子見をするか。オッケー。今のは動物の鳴き声なのか。見知らぬ男と。確か装備設計図出してくれるやつね。いや、すげえ戦ったわ。鳴き声の数方向へ移動。ガオ？鳴き声だ。もしかして案内してくれているのかな。え？その可能性もあるけど、罠かもしれないわ。油断は禁物よ。ガオ？あ、見て、おじさんがいる。え、こんなところにおじさんいんの？あの男は？ん？知り合いか？できたのか。えらいぞ。誰これ。怒ってる怒ってる。いいよ、ですか。いや、レオン、久しぶりじゃないか。だいぶやつれたな。すげえ爽やか。あんたがなぜここに。ああおっと、ちょっと待ってくれ。モンスターがこっちに来てるぞ。どういうことだろう。どういう、ちょっと気にはなるね。よし、行こう。あれもグランロードの一人？消え失せ。はい。さあ、でまたさっきの男の人と。あ、そう。わかっているよ。俺にいろいろ聞きたいんだな。おお。俺以外にレオンの気持ちが読める人がいたのか。いや、テズ、お前はなぜここにいられる。あんたはあの時。まあ驚くのも無理はないよな。今の俺は君から見たらちょっと妙な存在だろうからね。あなたは。おっと、自己紹介が遅れてしまったな。俺はレオンの知り合いの普通の騎士のおじさんだ。おじさんには見えない。俺
質問に答えていない。レオン、そのせっかちな性格まだ治らんのか。仕方ないな、答えてやろう。単刀直入に言おう。今の俺は君が過去にあった俺だ。なんだって？そんなことがありえるんですか？まあ、その話が本当であれば二通りの仮説が立てられるな。あの男が俺たちのいる未来へ来た可能性が一つ、もう一つは俺たちが過去へ来てしまったか。これ前者じゃないか。どっちにしても一大事だ。ここ光の領地は些細な問題で時間の軸が歪んじゃっててね。もしかして俺たちのことも知っているんですか？ああ、もちろん。レオンと同じ未来から来たんだろ。どうして知っているかは聞くなよ。どうせ答えられないからさ。自分勝手な男だな。あははは。妻にもよくそう言われるよ。お。レオン、君ならもう感じ取っていただろう。ここに着いてから変な感覚があったはずだ。そうだな。今の説明で状況は理解できた。あれ？そんな簡単に信じてもいいのですか？この男は信頼していい。俺が保証する。レオン様がそう。どういう関係なんだ。しかし、ここにやつれたレオンが来たということは、儀式の準備をしている。そういったところかな。なぜそんなことも。なんかこの人の装備見ると、なんか教会騎士団の装備に似てるんだよね。ここの生物が必要なんだよな。はい、そうです。よし、行こう。であれば俺の友人を紹介しよう。お、でもその前にモンスターの掃除が先だな。なんだよ、紹介してくれ先に。あれだろ、あのお月の竜みたいな、ロムよりも役に立ちそうな竜だよね、きっと。ああ、ここもボス戦になるんだ。あ、結構テンポいいね、今回は。ここは女神の空間だろ。どうしてあいつら暴れているんだ。ここは、あ、9体倒すのね。オッケーオッケー。女神が消えたからモンスターが混乱しているという。ジュンとか使ってみる。大正解だ。君、頭が切れるな。あ、硬い。思った以上に硬いぞこいつら。あ、やべえなこれ。あ、そっか、残り時間あるタイプのやつか。これ苦戦するんだよないつも。城の中なのかあれ。ちょっともう記憶が定かでないんだけど、城の中でさ、あの檻の扉開けて、でなんか骸骨みたいな敵がさ、ワンサが出てきてさ、時間以内にその扉を開ける装置だかなんかを守れみたいなのがあったんだけど、あれはめちゃめちゃ苦戦した記憶がある。お嬢ちゃんがデテクターで。君は。私はセリアだと申します。俺はラス。ジルティ、おとなしくしていなさい。くすぐったいよ。すごいね。いい子ですね。へえ、他の人に懐いたことはなかったというのに。ラスが気に入ったようだ。それは嬉しいです。はい、水属性の敵出てきてるね。あれ、光の精霊王と会話。光の精霊王はまだ会ったことないんだっけ。ないのか。いや、久しぶり。元気そうだな。イアンです。お前、今まで何をしていた。あ、ごめん、ね、濃いな、この後ろにいるの。何を笑っているのだ。お前と彼女が戦ってこんなことになったというのに。まあまあ、落ち着いてくれ。状況がどうなっているのかは俺もよく知っている。こいつらを助けてくれたら問題はすぐに解決してやるよ。それは誠か。分かった、その約束必ず守ってもらう。ちょろいな、光の精霊を。ところでこいつらとは誰ん
じめまして。俺たちは生物を探すためここに来ました。生物を？まさか女神のゴンザに行くつもりか？ええ、そこに会わないといけない人がいましてね。しかしその儀式、今は意味がないのではないのか？ん？どういうことだろう？こいつらは未来から来たんだ。つまりこっちとは事情が違う。心配することはない。お前らも未来から来たのか。嫌です。お前がこんなことばかりするから時間の軸が。あーやっべ、ちょっとわからなくなってきた。してくれよ。あ、なんでだろう。ここに来た瞬間からもう過去に戻ってるってことか。この光の領地には2つの生物が保管されている。負荷の塔にある竜の乱獲、それと光の庭園にある永遠の水がそうだ。それは嬉しい知らせですね。イアデスに免じて特別に侵入を許可しよう。あざっす。ジェネロ、いつもありがとうな。ジェネロっていうのか。忘れるなよ。お、ジェネロいいやつだな。これかっこいいな。あ、ジェネロのことか。ここを管理してる光の精霊王だよ。ただのちっちゃいのだと思ってた。ちっちゃかないよな。誰が誰に言ってんだ。これかっこいいな、後ろのこれ。今までの精霊王の印象とは異なるわね。そう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 、それそれ、なまりえ。その通り。今までの精霊王とはちょっと質が違うよね。うん、人の話もよく聞いてくれるし、なんとなくこう人懐っこい部分があるというかね。うん、人間味あるというか。いいね。おお、もう着いたかな。お薬に討伐、オッケー。こちらを警戒して。いつものことだろ。やるぞ。極力ね、こうボイスの入ってるところは静かにしてようとは思うんだけどね。突っ込みたくなるところもあるわけですよ。でもそうしちゃうとね、台無し感出ちゃうからね。イアテスと会話。イアテスはさっきのかっこいい人か。何歳なの。イアテスさん、一つお聞きしても。もちろんだ、俺が答えられることならね。竜の乱獲はどうして生物なのでしょうか。ほう、いいことを聞くな。竜は昔から崇拝の対象とされてきたのは知っているだろう。またの名を神獣、神の力を持つ獣と書くやつだ。神獣。確かに私たちが会った地の竜と火の竜は神獣と呼ぶにふさわしかったわね。これ確かさ、ほう、地の竜すでに彼らにあったのか。あら、乱獲って預かったことがあったよね。モンスターが集まってきている。記憶が定かではないんだけど、うん、そうだよな、地の竜だよな。火の竜からは乱獲ってもらったっけ。あれどうだったかな。 OK、 余裕だね、ここまではね。まあ、ここまで余裕じゃなきゃ困るよね。まだ序盤だろうからね。へえ、あのちっちゃい竜を警戒。おお、へえ、片付けてきたぞ、イアテス。もしかしてシルティも。ああ、シルティも神獣の一種で、ハッチングだよ。ハッチング。ねえねえ、ナマリエ、ハッチングって何？羽化したばかりの赤ん坊の竜のことよ。おお。シルティもまた神聖な存在となる可能性がある。君たちが見た地の竜と火の竜のようにね。可能性がある、ならないこともあるというふうに聞こえますけど。まあ、ハッチングの成長は環境と保護者の感情によってかなり違ってくるからね。これ今後こういうのもとしてはオプションとして、黒き竜とかなんかこう装備アイテムの一つとして出たりすんのかな。そんな気がする。この子はとても純粋なんだ。何色にも染まれ、邪な存在にも疑うことなんてしないくらいにね。おお、いい子だ。そう、とてもいい子なんだよ。だからこそ
俺がシルティの保護者になっている。いいや、テス、雑談はそれくらいにしておけ。もう昔はいいやつだったのに、俺に冷たすぎないか。さあ、あ、ハッチング4ってなってたんだ。ここメインの名前読んでなかったわ。シアードを倒すわけね。はい、いつもお世話になっております。あ、緑、やばいなやばいぞこれは。ちょっと想像してたんだけどさ、やばいな、どうしよう。大丈夫だよね。よし、いやってそうって移動。どこ行ってやったの。一緒に連れてってくれてもいいんだけどね。竜はすでに孵化しているから乱獲に問題はないのだが、他に問題があるということですか。まだ結界が残っててね、それがちょっと厄介だ。結界？乱獲は生物だ、悪用されないように俺が結界を張っておいたんだよ。まさかそれが今になって足を引っ張るとはねいや、ちょっとわからない。ここには2つの結界がある。解除にはピルグリムが持っている鍵がいるんだ。なるほど、こいつら倒せばいいね。任せてください。やっぱナマリアイケメンの言うことをスッと聞くよねいいよね、わかりやすい。しかしこういうオートで動くゲームの実況ってしたことがないから、ほんと困る、ほんとに困る。うん、わちゃわちゃ感出てこないしな。これで解除された。意外と簡単だったな。だね、ほんと簡単だったね。ご苦労さん、乱獲はあの上にあるはずだ。次は火か。火なんだね。待て、こいつは。もっと結界の門番がお目覚め。これ先言ってよ。騒ぎすぎたのかな。いや、イアテス、分かってたろ。ここは俺たちに任せてください。助かるよ。いやー、勇敢な子だね。親の顔が見てみたいよ。あれ？あれれ？イアテスってもしかしてラスのお父さん？なんかさっきからなんかラスに似てんなーなんて思いつつ、そして嫁さんもいて、でこれ過去に来てるんだもんね。あれ？そんなことないよね。いやでもありえる？ありえるんじゃないのこれ。まあいいやそこは置いとこう。オッケー、おすすめグランウェポン、オッケー。あ、出血？スタンもあるのか。あ、セリアード、ちょっとこれで行ってみようか。もう、あ、違うな。ちょい、そうなんだよ。こうしてみよう、こうしてみよう。いけんだろう、月ぐらいだったら。どうということはないだろう。さあ行こう。奴は手ごわいぞ。そうなの。あ、死ぬね。オッケーオッケー。まあでも体勢整えれば倒せない敵でもないということが分かったので大丈夫、まだ。はいはいはい、やっぱ納金というか何もしないっていうのは良くない。よし、これで行こう。はいパーティー入れ替えました。うん、これでいけるでしょ。いけるよね。意外と範囲攻撃めんどくさかったねこれね。ラスにしとく。さあ2度目、さあ2度目だぞ、行くぞ。手ごわいよね、ほんとそんな気がするよ。ちょっと待て。あ、オッケーオッケー。ラスにヘイトがかかっている。あ、これ早いな。ちょっと吸血。ああ、そういうこと。あれだね、純にヘイトがかかっちゃうね。
ドッカーン。よっ、かわしながらラスは、まあ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 、ここはこのままいけるかな。ウェイ、みんな食らう。あ、めんどくさいなこの敵。ラスに今行っている。時間足りっかな。いいね、いいね。ちょっと状況がわからないな。大丈夫だね。あ、もう行ったね、これ余裕っすね。ちょっとセリアルの方に移して。なんか焦るよね、あの束縛の攻撃、鎖がガチャーンってなるんで。オッケーだな。あ、そうだな、ちょっと扱ってる。いやー、ちょっとこれあれだね、倒せるし、大変じゃないと時間かかってるな。これ後半無理なんじゃねえか説出てくるよ、このままいくと。あれ、ダメージ減らない、全然。なんで頑張って、もっとかっちいな。はい、いやー、ちょっとあれだね、もうこの時点でオートがオートプレイ不可になりました。はあ、果たしてこの後やっていけるのかな。あれ、